きだるまもありがとう。ああ、配信で見てくださった方も本当にありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。めっちゃギフトありがとう。ありがとう。初見さんもありがとうございます。中村舞です。そう、ちょっとなかなかこんな感じだったんですけど、はい、ありがとうございました。公演、おきちゃん生誕祭、うん、ありがとうね、本当に。うんうんうん。今日はね、まあおきちゃんが卒業発表したということで、そうですね。なかなかちょっとね、寂しい気持ちですけど、キハートありがとうございます。うん、ねえ、ちょっとなんか、まあ、同期が今3人しかいないので、ねえ、なんかそう、同期は本当は5人いたんですけど、 STU ドラフト3期生なんですけど、2人はもう結構早めに卒業しちゃって、でずっと3人でそっからね。そう、活動してて、なんかこういう久しぶりに同期の卒業みたいなのを聞くと、すごい、なんかすごい気持ちになりますね。そうね、ゆきくんありがとう。ありがとうございます。なんかいざこの時が来るって、まあ、思ってたのは思ってたんですけど、なんかいざ迎えたら、ですね。うん。ありがとうございます。うきちゃん的には先延ばし、伸ばして伸ばし、そうそうそう。先に伸ばしてくれてた。ずっと、そうだね、結婚してありがとう。そうだね、そうなんですけどね、なんかな、難しいですよね。まあまだまだやりたいことはたくさんありますけどね。心の整理がついてないか、もうずっとついてないですよ。だって本当に
毎日 LINE したし、マジで。だし、そしたらでも起きちゃう、もう今日も朝起きてドキドキして LINE して、おはようって、で、あのやめてよって言って発表するの。そしたら、まあ迷うわみたいな、直前まで迷うわみたいな言ってきて、でずっと直前まで迷う迷うって言ってそうね、うん、けどまあ起きちゃんの意志も固くて、なんかいざ聞いたらなんかもうあんまりなんかそんなになんかなんていうんですか、実感があんま湧かなくて、でもなんかお見送りの時にファンの方たちが泣いてるのを見るともうなんかはーってなりました、ダメだってなりました。まだね、そう、卒業時期は決まってないけど考えられないですね、なんか今嬉しいね、ありがとう。甘えてしまう、全然だよ、私もめっちゃ引き止めまくって、でもおきちゃんそっからいてくれたんですよ。そうですよ、だからねえ、引き止めるの、そうだよ、正しいか分かんないけど、もう私のわがままだったと思うよ。そう、でもみんなきっとまだいてほしいってのがそんな気持ちだろうし、今のありがとうございます。でもね、今日は一緒にね、
前回のきちゃんの生誕祭で単日植物やったんですけど、日替わりユニット今回もできたんですよね。そう、それもできたし、なんか嬉しかったですね。泣かなかった。泣いてないよ。笑顔でしたかった。笑顔でやりたかったです。そうだから一緒にできて超嬉しかった嬉しかったですよ。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。トイムハートもありがとう、結婚してハートもありがとうございます。言葉が出ん。タイヤ逃げた。クマハンターありがとうございます久々、確かになんか公演自体がアンピーの卒業公演ぶり。え、嘘嘘、花だれはそうだと思うんだけど、ちょっと空いてたかな。久々でしたね。うん。うん。すごい、メリクリメリクリありがとう。バッタリもありがとう。ツインテール、あ、ほどいたほどいて帰りました。もう本当に私ちょっと怒ってたんですよ、開演前に。いやマジで今日おきちゃんが卒業発表するっていうのに、おきちゃんはのんきにみんなにツインテールをして、ツインテールをしてって言ってて、いやもう本当にみんながツインテールしておきちゃん卒業発表して、もうみんなこういうね、もう悲しい顔になるじゃんって。おきちゃんは本当に人にそうやって、しかもなんか、いや、トライアングルセンターは全員高めみたいな、すごいなんかもうメイクさんにずっと、いや高めでお願いしますみたいな横から言ってきて、で私もう絶対に今日はもう髪の毛下ろしたかったんですよ。下ろしたかったのに本当にもうちょっと結構怒ってて、私もう起きちゃうみたいな、マジでそう、ツインテ、今日なんかツインテール縛りみたいな、ハーフツインかツインテールみたいな言われて、で、じゃあハーフツインするわって言ったら、ハーフツインはなんかダメだみたいな、甘えてるみたいな言われて、高めのツインにしろって言ってきて、で、ね、なんでみたいな、ハーフツインの人いるやんみたいな言ったら、ハーフツインはショートカットの子たちと、あとはリネタンだけだって言われて、で、あとなんかトライアングルセンターは絶対高めにしろって言われて、なんでみたいな。でもさ、こうさ、おばちゃんだったりさ、ちゃんちゃちゃん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 ってみんながさ高めついてたらさ、なんか異様な光景じゃないですか。だからなんか嫌だみたいな、
なんか一人とかだったらいいけど、みんなが高めついんで同じ髪型してたらなんか変じゃないですか、なんかちょっと。だから嫌だってずっともがいてたんですけど、いやマジで本当に。主役、いやそうなんですよ、もう主役だからって言ってすごいもうよくない、ツインテールハラスメントですこれは。やっとありがとう、ツイハラ、ツインテールハラスメント、ちょっと怒ってました。いやなんか最初はまあ高めツインしたけど、なんか高めツインし終わった後にだんだん開演時間近づいてきた後になんかだんだんなんかもう怒りの感情が芽生えてきて、なんで高めのツインさせたんだって、こんなにナーバスな気持ちなのになんでだってめっちゃもうプンプンし始めて、もう怒ってた。私はそうなんか見えたんですよ光景が、おきちゃんがスピーチしてる時にみんながツインテールでこうなる光景が見えたんですよ、もう頭の脳裏に。よくない、みんながツインテールってなって、シュール、シュールでしょ、シュール、シュールズイン、なんかタワー来てるよってコメント来たけど、来てる？来てないよね。え、なんか私のバグってんのかな。ハートありがとうございます。タワー来てたよ。嘘。ちょっと私の把握不足や。お腹いたわ、あったよ。マジ？見逃しとる完全に。お疲れさん、ありがとう、お疲れさん。ちょっと私さずっとタワーの俺を貯めちゃってるんですけど、ありがとうございます。ちょっと後日させていただきます。お疲れさん、ありがとう、ありがとう、トナカイタワー、このハートありがとうございます。構いなく、ありがとう、こうやって、すぐ届きました公演途中大丈夫、大丈夫ですね、ご心配おかけして申し訳ないです、大丈夫です、体はめちゃめちゃ元気なんですけどね、本当に何かちょっとだいぶ長引きそうな感じで、長期戦になってます
ありがとう。なんかあんまり自分の心と体がついていかないよ。あ、挟まってる。挟まってる。相変わらず挟まってます。16日大丈夫ですか？16日ってオンラインお話し会ですよね。オンラインお話し会かな。大丈夫ですよ。動きは元気、元気ですよ。めっちゃ体は元気なんですけど、本当にちょっと申し訳ない。ありがとう、メリクリ。ありがとう。カルマありがとう。今週もありがとう。これからの気前はどうなるか。お気前は永遠だぜ。永遠だよ、本当に。どんどんもありがとう。メリクリもありがとう。こうしてありがとうございます。今日はね、そう、ココアさんもね開演前にココアさんやってきてね、開演前とかメイク中かな、やってきてね、私横にいたんですけど、その時ずっとココアさんが泣きながらやめろって、やめろ言うのをやめろって。で、なんかそう、ココアさん今日出てなかったんだけど、公演会場まで来て、楽屋まで来て、やめろってですごいずっと言って泣きながら、でもね、そろそろ時間ですってね、マネージャーさんに連れて帰られててね、なんかずっとね、ココアさんからも LINE が来てたんですよ。いや、なんか悲しいみたいな、もうずっと。でも途中で、そう、何分ぐらいかな、結構ずっとね、もうマジでずっと言っててそうね、もう前にもどうにかしてみたいな感じでね、そ、うん、もうどねえみたいな。で、ココアさんは途中で連れ戻されて帰っちゃいました。剥がされた。そう、そろそろ帰りますよって、ココアさんって帰っちゃって、切ないよ。
そうね。何してありがとう。あの時のおきちゃんの反応、なんか、ありがとうございますみたいな、嬉しいって、そんなに止めてくれて嬉しいって感じだったけど、なんか最初はわかりましたって言ってたけどね。わかったんって、わかったんってだけど、来て、ありがとう。ね、ありがとう。ここもありがとう。なんかさ、こう。本当にいろんな、なんだろう、考え、おきちゃんの考えとかも聞いて背中を押してあげたいなという気持ちはもちろんあるんですけどね。でもね、やだーみたいな気持ちにはなっちゃって、そうね、ずっと自分のなんかいっぱい、もう多分きちゃんがしつこいって思うぐらい多分言ったと思う言ったと思います。多分すごい困惑させちゃったと思います。なんかね、まだあんま実感がわかんけど、あのとにかく今楽しい思い出作りたいと思います。はいね、ありがとう。ありがとうございます。本当に本当に寝て、寝るよ寝ますよ。ありがとうございます。本当に本当に、そう、次はまた公演はクリスマスで皆もありがとうね。みんなもゆっくり寝てね。ね、待って、今日なんか昨日ね、夜に明日は金曜日ですって宣言したら今日は木曜日だったんですよね曜日感覚がごっちゃになってるんですけど、明日は金曜日ですはい、明日こそ金曜日
金曜日もう終わる間際にめっちゃ堂々と言ったら違ったネズミ待って、じゃあ誕生呼ぼうかな。熊根パパさん、ゆずきちさん、きなぺこさん、シーサーさん、トールさん、東京のスアンさんおつかれさん、ちかさん、アスタンズサムさん、りょうちゃんさん、やまねこ坊主さん、まささん、福太郎さん、ありがとうございますおやすみなさい。おやすみだよ、みんな。ありがとう。また明日だよ。おやすみなさい。お疲れ様。尊いお疲れ、ありがとう。めちゃギフトありがとうございます。おやすみ、またね。また明日会いましょう。もらった。おやすみおやすみだねまだした。